ございました。行こう、朝に会いたいですね。すごい、ここ入ってくんだ。これ、ま、最後回るの、これぐるっと。ここ10周ですか、最後。これ嫌ですね。ここで競争はしたくないですね。4日後ですね。ここで待ってください。もう大会今年出なかったんですけど、もう体も本当に良くて、夏もきっちりやっぱり中断することなくトレーニングもできて、今回ね、楽しみますよ。もうこの際トレーニング積んでる時はもちろん一番強くなりたいと思って積んでるんで、目的があった方が楽しいと思うから、もちろん世界一目指してやってます。それをレースに持ち込んでしまうと、やっぱりレースってね、自分だけでのことじゃなくて周りの人もいるので、あ、ついていかなきゃとか思って、やっぱそれって自分の体には悪影響だってことは分かってるんで、いろんな人からそういうのを教わりながら、いろんな人の話とか聞く中で、そう、僕もそれの方がいいかなと思ったん でここのコルを越える、ここ道があるんだね。ちゃって越えて、でここ外輪山を越えて落ちる、落ちて登って裏に行く、裏に行ってまた登って降りて登る、でこれを降りてって移動、登って降りて登って降りて登って降りて、こうか。バッチリだ、うん、ボスからやってもらったら大丈夫、いいですね。はちみつでっけ、ありがとうございます。生さんがいい人、生さんうまい、うん、僕は人は好きだし、エイドに行く理由は会うために行くんで、温かみを感じてエネルギーにして走ってますんで。富士ハーメン、ハーメン行くと4日目、悔いのない走りよ。これ親父です。まあ今までもそうですけど、自分にとってこう自然に溶け込むってことが、そのいい走りをすることにいつもつながっているので、より素になって、自分が自然体になって、うん、野生動物のような走りができるんじゃないかって、そういう考えなんですけど、まあ、すごい盛り上がって、夜は夜でね、ちょっと夜遊び的な雰囲気あって、ワクワクするんですけど、まあ、夜スタートのレースはいつもなんていうかな、難しいなって感じます。でもスタートする時にはすでに12時間起きてるっていう感じなんで、朝スタートの方が楽ですね、僕の場合。Une minute du départ, je vais me rapprocher d'eux. Ah, ça c'est beau. Ça c'est bon. Ça c'est grand. Ça c'est magnifique.